大丈夫です。はい、ブラックコンボと申します。高校生が姫路ゆかりの千姫の物語のストーリーに乗せて、よさこいの舞を演じたいと思っております。皆様方、お手拍子などありましたら、盛り上がると思いますね。どうぞよろしくお願いします。それでは参ります。
今を精一杯に生きる、未来に希望を持つために、きっと未来が好きになる。百花繚乱、レイ！ありがとうございました。はい、ありがとうございました。傘を使ったとても華やかで素晴らしい踊りでした。